はい、皆さんこんにちは。鉄道調査員クロフォードです。今回は石北本線ノロッコラステルの映像をご覧いただいております。夏に富良野や美瑛にノロッコ号に乗りに行った方には懐かしいんじゃないでしょうか。グリーンに花柄模様の機関車が赤い大きな雪かきをつけてラステルとして石北本線を除雪していました。雪が積もる愛別駅の構内、さっきの青い特急とノロッコラステルはここですれ違ってたんですね。1両だけのディーゼルカー、キハ40 1722号機が愛別駅に到着。部活帰りだったのか、学生さんたちが数人降りてきました。こんなね、視界の悪いほど雪降ってて、雪深い中、大変な中運転手さん走ってきてくれたんだなっていうことにね、感謝しないといけないですね。雪が屋根にこんもり乗っかってました愛別駅。さっきのキハ40 1722号機が旭川行き普通列車として将軍山駅跡を通過したところです。このね、左側にちょうどホームとコンクリートの待合室あったんですけど、2021年3月の廃止後撤去されてこんな風になってしまいました。というわけでノロッコラステルご覧いただきました。比較映像として国鉄色の単線型ラステルを貼っております。ぜひコメント欄に感想とか、ね、ラステルのこととかいろいろ書いていただけると嬉しいです。ここまでのご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。鉄道調査員クロフォードでした。